日医工株式会社は、富山県富山市に本社を置く日本の製薬会社、後発医薬品メーカーの国内最大手である。近年では、先発医薬品も手掛ける。ジェネリック医薬品を主力とし、シェアでは、沢井製薬に次いで、日本国内に位、売り上げでは2008年に、帝国製薬から、後発医薬、シナコ会社の帝国メディックスを譲り受けすることで、 サワイ製薬を上回り国内トップとなったが、2017年に、サワイ製薬が、米国のジェネリック医薬品企業であるアプシャー、スミスラボラトリーズ、LLC を買収し、こちらも、国内2位となった。なお、帝国メディックスを含む3社は、後の合併により、日以降ファーマとなったが、2012年6月に同社を、吸収合併した。また、OTC 医薬品も扱っており、 日本タバコ産業と吉富製薬の合弁会社であったライフィックスの事業を引き継ぎ2002年より扱いを始めた。それにより今までライフィックス社の扱いだった製品ドリンクビタミン剤別線が日以降2巻同社の製品となって発売されたが2007年7月に新進薬品工業へ事業譲とされた。近年は 開発から年数が経過した先発医薬品の製造販売移管を受け先発医薬品事業にも乗り出している。2017年3月期から2019年3月期までは世界市場への挑戦の準備段階として3つの基本戦略、シェアアップ、供給能力、開拓力を実施してきた。シェアアップでは2018年3月にエーザイ株式会社と 資本業務提携を締結。2019年4月にエルメットエーザイ株式会社を完全子会社化した。供給能力では、富山第一工場に生産胸のオベリスク胸を2018年1月竣工185億上の供給体制の確立に目途をつけた。開拓力では、2019年期に13成分25薬品を新発売。さらに、 今日は薬品工業株式会社によるエタネルセプト BS。日以降の製造販売承認の取得のほか、製品ラインアップの拡充を図った。日以降スポーツアカデミーの施設命名権を取得している。2020年には製品の自主回収が相次いで発出され、2020年度では35医薬品に上った。また同年には、 同じく高発医薬品専門メーカーの小林加工が、抗心菌薬への睡眠導入剤ご混入により、死亡を含む健康被害を出している。高発医薬品はかつては、ゾロ薬と呼ばれ、安かろう、悪かろうとされていた時代もあったが、業界を挙げて、品質の向上と安定化に努めてきた。政府の医療費削減、薬価削減という方針の下で、厚生省主導による、 高発医薬品推進政策により、欧米に比べ普及が遅れていた日本においても、高発医薬品が普及し、ジェネリック医薬品という語が、一般消費者にも浸透するに至った。2020年は、新型コロナウイルス感染症の世界的流行により、医療現場が大きな影響を受けた年であったが、その最中において、高発医薬品専門メーカーで立て続けに起きた事案は、 さらなる混乱を招くとともに、後発医薬品への国民の信頼を大きく損なうものであった。これらの事案に対し、日本ジェネリック医薬品バイオシミラー学会は、同年12月18日に、ジェネリック医薬品関連で発生している各種回収事案についての緊急声明文を発表。その中で、ジェネリック医薬品の信頼を損ねる事案が相次いで発生したことに、 大きな失望を禁じ得ない、少数の企業の不祥事により努力と信頼が崩れることは決して容認できないと激しく非難するとともに、日以降と小林加工の2社に対し、事案内容の詳細な公表、第3社による調査団受け入れ、再発防止策の立案と、その公表を同学会として強く要望するに至った。2021年1月13日、日以降は、 アムロジピン上 10mg など38品目の自主回収を開始したと発表した。一部対象製品については、効果発言が遅延する可能性や有効性低下の懸念などがあるものの、いずれも重篤な健康被害が発生する恐れはないと考えられるとしている。2021年3月3日、富山県は同社を医薬品、医療機器等の品質、 有効性及び安全性の確保等に関する法律に違反したとして、同社に業務停止命令を出した。対象と期間は、富山第一工場での製造業務が3月5日から32日間、同社の製造販売業務は同日から24日間である。2020年4月から2021年1月の間、同社が自主回収した製品数が多いことから、 管理体制に問題があったと判断したとみられる。同社は同年2月25日付の公式サイトにおいて引き続きジェネリック医薬品の信頼回復に向けた企業努力を継続し安心と信頼をお届けするために取り組んでいくと発表している。今回の一連の件については2020年2月に富山県庁が抜き打ちで立ち入り調査を行った際に発覚した。 同社富山第一工場では少なくとも2011年頃から出荷試験で不合格となった際、浄剤を取り替えて試験をやり直したり、浄剤を砕いて再加工したりして出荷するなど、厚生労働省から承認を受けたのとは異なる手順で作業した法令違反があったとし、日医校社長の田村智和は自社の成長スピードに品質管理体制が対応できなかった。 深く反省していると謝罪した。同社ウェブサイト上で自主回収に関する重要なお知らせとして回収理由とともに一覧表を掲載している。2021年3月9日、日本ジェネリック製薬協会は日以降に対して除名処分の次に重い5年間の正解員の資格停止処分にしたことを明らかにした。2021年3月24日25日の両日、 厚生労働省、富山県庁は、日以降富山第一工場へ、医薬品医療機器法に基づく立ち入り調査を行った。2021年3月27日に行われた、東京都薬剤師会臨時総会において、日以降製造医薬品を、すべて他社品に変更は、約27%、一部変更は、約56%であるとアンケートの中間報告がなされた。 2021年4月6日、日以降は業務停止命令期間を終え製造業務を再開した。2021年4月8日、アレルギー性鼻炎などの治療薬に製品の自主回収を始めた。日以降によると有効成分の溶け出す速さを調べる試験で企画に適合しない結果が出たためで健康被害が発生する恐れはないという。日女子オープンゴルフトーナメントでの 特別協賛に加え、2012年4月より全国ネットでのテレビ番組スポンサーとして提供を開始している。ありがとうございます。